今日はパパちゃん家で女子会をするんだ。メルお姉ちゃん、女子会って何？女の子だけが集まってワイワイ話すことだよ。今からお買い物に行っておいしいものいっぱい買っていこう。スーパーに到着。メルお姉ちゃん、あっちにリカちゃんたちがいるよ。あ、ほんとだ。リカちゃん、リカちゃん、あっちにメルちゃんたちがいるよ。やっほー。ほんとだ。メルちゃんたち、どうしたの？今からポポちゃん家に行くんだよ。女子会するんだ。私たちもだよ。お菓子食べたいからお菓子買いに来たの。そうなんだ。じゃあメルちゃんたちは果物とかジュースとか買ってくね。また後でね。ねねちゃん、カゴ持つ係する。メルお姉ちゃん入れてって。人数が多いからたくさんあった方がいいよね。ここの商品全部入れちゃおうっと。はい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 。次はジュースコーナー。全部でジュース何個いるの？メルちゃん、ねねちゃん、ポポちゃん、リカちゃん、ミキちゃん、マキちゃん、全部で6個あればみんな1個ずつ飲めるよね。じゃあこれ頑張ってねねちゃんが運ぶ。ミキちゃん、マキちゃん、お菓子売り場に着いたわよ。うわー、やったやった。お菓子がいっぱい。どのお菓子を選ぼうかな。見て見て、最新のチョコエッグがあるよ。これはもう絶対いるね。じゃあここのカートに入れてね。はーい、やったー。このチョコレートも欲しいよ。リカちゃん、これも。マキちゃん、グミも欲しい。これもいる。結局こんなに買うことになっちゃった。でも今日はパーティーだからお菓子が多くてもいいでしょ。そうね。じゃあポポちゃんのところに行きましょう。いい話を聞いたぞ。みんなで女子会するんだって。俺様男だけど隠して混ざっちゃおう。ちゃん家に到着。ピンポーン。はーい。うわー、すごいお菓子の量だね。みんな買ってきてくれてありがとう。お家に上がって上がって。じゃあまずはみんなでジュースの乾杯をしよう。乾杯。ミキちゃんとマキちゃんも乾杯。ポポちゃんとネネちゃんも乾杯。ごく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 。ふはー、おいしい。次はお菓子タイム。まずミキちゃんとマキちゃんが買ってくれたチョコエッグ開けてみよう。何が出るかな。せーの、赤。これはヤングオイスターだ。ポポちゃんへのプレゼントだよ。わー、かわいい。ありがとう。じゃあチョコも開けていくね。これ食べたい人。はいはいはい、ねねちゃん食べたい。パクパクパク、おいしかった。私も。もぐもぐもぐ。うわー、おいしい。ミキちゃんとマキちゃんはこれを半分こする。わー、おいしすぎて幸せ。パクパクパク。こっちのミッキーもおいしいよ。ピンポーン。あれ、誰か来た。他に誰も呼んでないのに。こんにちは。お菓子パーティーをするって聞いてここに来たの。あなたは誰？リボンがとっても似合うバイコよ。
よくわからないけど、しょうがないからお菓子あげる。やったやった。この俺様、あ、違った。バイコのチョコを食べるぞ。ミシ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 。おいしかった。雑誌会ってすっごい楽しいね。みんなもお友達とやってみてね。じゃあバイバーイ。